います。立ち入れ先は今回は千葉県になります。久しぶりにインスタ360052を、使って撮ってみています。で、今、GoPro でタイムワープを前方をずっと回しながら、道中を走ってるって感じですね。すげえなー、掘ったねー、よく掘ったねー、興奮。トンネル好きと してはさ、やっぱり海の下にトンネルがあるってすげえよ。おーおーおー、目がやられるな。おお、すげえ。わあ、海ホタルです、これが。海の下走ってきたの、すごいな。はい、そして反対側、違う、今から向かう木更津の千葉県ですね。はい、それでは海ほたるから出て、今度は千葉県に向かって橋を渡ると。よし、行きましょう。はい、木更津入りました。はじめまして、木更津。ということで、次お会いするのは、九十九里の方行った頃でお会いしましょう。じゃあね。はい、お疲れ様でした。インスタ360052は、バッテリーが切れたんで終了、途中で終了になりました。今日泊まる宿に無事到着しました。今日泊まる宿がですね、東証館わかんないですけどに着きましたので、チェックインしていきたいと思います。直接用の宿だったんで、面白いね。海ってここ行き方ありますか？あの水を、はい、潮が満ちてるんですよね。潮が満ちてると、はあ、なんか上がってきちゃうんですよ、ここまで。そうなんですか。そうですよ、僕もそう言ってきました。あ、じゃあ普通の靴で来ちゃったらいけないんだ。右側、はあ、電信柱より右側、はあ、頑張ればボルダリングしたり行けますけど、ね、そうか、まあ、あの一番いいのはもう潔く脱いで足まくってびちょびちょっていって、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、こいつはあそこに海が見える。
潮が満ちてるとここまで水が来ちゃうということで、今日はそんなつもりじゃないからな。こいつは九十九里を目前に諦めて明日の朝行った方がいいんじゃないか。そうだよな、諦めて明日の朝行きましょう。あれ出した、あれ出した、マジっすか、マジっすか、すんません、言葉に甘えちゃいます。仕事帰りですか。仕事帰りっていうか、まあ、今仕事中。あ、仕事中、嘘、すみません。波を見に行くという仕事です。おおほほ、波を見に行く仕事。そっか、えらい、また遠いところから。そう、明日撮影があって、撮影か、あの撮る側なんですけど、サーフィンとは全然関係ないんですけど。どうしましょう、この辺で。あ、もう全然、はい、もうめっちゃすみません、仕事中に。あ、いえいえ、ありがとうございます。いえいえ、あ、出した。あ、すみません、お疲れ様です。あ、出した。うわー、めっちゃいい。お兄さん送ってきてもらいました。やった、来れた。はい、ということで明日の撮影現場付近の九十九里浜来ることができました。見てください、九十九里浜初めて来ました。いやー、夕日、明るいうちになんとか見ることができました。すごいな、やっぱあの僕のね、知り合いに中田島砂丘観光協会会長みたいな人がいるんですけど、その人がね、あの九十九里の砂の様子を見てこいっつったんで見てみますが、こんな感じです。黒い、ちょっとこれはたまたまなのか。そしてサラサラ、これまた中田島砂丘のその後はね違う。そして伊豆の白浜ともまた違う。砂っていうのは奥が深いです。はあ、すげえな、これずっと向こうまで続いてんだ、九十九里浜。すげえ、すげえっす、感動です。また日本の新しい行ったことない場所に来れて僕は今幸せです。それでは宿に戻りたいと思います。ありがとう、九十九里。ホテルというか宿に戻るぜ。はい、宿に戻ってきた。疲れた、疲れた、疲れた。あっち、あ、だ、これは遊びのカメラ。海行きながら撮ってきて、ちょっと消防署を左曲がって、うん、行ったはいいけど帰りはやっぱ自分で帰ってこないから。疲れちゃった、スケボーで疲れて帰ってきた。いや、いい運動した。あっち、あっち、部屋は2階になってます。よし、よし、開けて引っ張ろうと。鍵がね、閉まんないんで、どこかかな、開いちゃう。リモコンね、リモコンでやります。はい、楽しい、お母さんと癖の強い。あ、お水もらったのに、お水置いてきちゃって、ね、こんな感じで。じゃあちょっとお水取りってきます。おはようございます。一泊しまして、
今朝ごはんも食べてまいりました。せっかくなんでね、九十九里の海岸方面をちょっと、ドライブして、現場の方に向かいたいと思います。それでは今から、九十九里有料道路を走りたいと思います。はい、こちら九十九里の海岸です。昨日行ったとこは市松海水浴場。上の道走りたいと思います。インスタ305ゴール5 容量なくなってきて途中で止まっちゃうかもしれませんが行きたいと思います。あとは GoPro の映像でお楽しみください。さあ走ってます。九十九里、これが九十九里、料金、料金所いくら？通りますよ。通車が420円。はい。あ、20円。はい。はい。はい。420円の道路走りたいと思います。うおー、海だね。さあ、このまま今日の撮影現場に向かうわけです。なんで、まあ今日これが最後になるか、また帰りちょっと撮るか分かりませんが、九十九里ありがとう、最後までありがとうということで、なかなかユニークな宿と、初めて通る道中、そして九十九里堪能させていただきました。ありがとうございます。